3人で1個の動画にしたいよね。じゃあ1人20秒。でもその場合撮ってる人が1人ずつか。え、そうだからビデオレターを撮ってもらう人が必要だったりする。自撮りでいいんじゃないあ、確かに自撮り忘れてた。あ自撮りできるっけそういえばできるな。うん、一番ぽくね。俺たちのショート動画では自撮りを使ってないけど。それででここううじゃん自撮りでいこうなんとなくどんなこと言うかは決めないとだよね。何も決まってないな。 んまま決ってない、うん、ちなみにまだ入れ替わりの時間も考慮して15秒ぐらいまあ<う>一言ずつみたいな感じじゃないかだいたいイメージとしてはちょっと向こうかどんなのがいいかなとりあえずさらももは誕生日おめでとうでしょで一言ずつ回るかう,うんで一言ずつ順番どうするかあ我こそが鳥っていう人いる 僕一番最初がいいな。俺れ逆にちょっとふざけるから最後がいいかもしれない。オッケーじゃあ、するぞ、言うかもので。長っ長くね長っう,うお前多分長いぞ。長すぎるかな案外だと思うけどな。あ、でも案外だな。うん、ちょうどいいかも。 どっか街に旅立つ時のセリフやん街に旅立つ時にやるセリフやんこの天才的な俺でも双子が双子の誕生日が同じ日だって知らなかった俺の知識アップデートさせてくれてありがとうこれでいける駿蔵のなんか最後の別れ感すごくないかなんかねなんか誕生日というかなんかあもう会えなくなるんだみたいな引っ越すんだっていう ちょっと今しむずいな天才的な俺でもはいけるけど天才的な俺でも双子が双子が同じ日に双子が同じ日に生まれたということは双子の誕生日が同じ日だということを知らなかったせーの誕生,誕生日おめでとう天心なマに見えて実は人一倍仲間思いでちょっぴり寂しがり屋のさら いつもおっとりしていてみんなの雰囲気を和ませてくれる桃は2人はいつもキラキラ輝いてるね起業に誘ってくれた時本当に嬉しかった絶対起業成功させようねいつもありがとうさあモ改めておめでとう2人が街に来た時のことがねもう懐かしいないやでも、えー、この5人一人一人が星の姉妹とつながってこう集まった感じがしてます人、えー、人を引き寄せるる力がある2人から えー、俺らをね誘ってくれたのが本当に嬉しいですもう最近はもうこのメンバーがね揃わないとどこか物足りないんよそのくらい、えー、大好きな五人です集めてくれてありがとうイベント会社みんなで支え合って成功させようね二人はこの街のヒーロー <laughs> あと五秒しかない <laughs> <laughs> じゃあ一旦おめでとうそうなのめっちゃ長いそうなんだ <laughs> それ何秒あったそれ <laughs> 俺長いんだ鬼長かったぞ俺ま,ゃまだ喋るんだって思って <laughs> じゃあ,、ね、あれそもそも動画が1分しか撮れないんだっけそう1分しか撮れない。なるほど。ちょ,ちょっと待って、俺一旦自分のセリフ何秒かかるか喋っ,ってくる。う,うん。とりあえずサラモンは誕生日おめでとう。とりあえず、そう、とりあえずサラモンは誕生日おめでとう。この天才的な俺でも双子が同じ誕生日だってこと知らなかった。知識をアップデートさせてくれてありがとう。違うな。あの2人がだいぶ真面目だから。 とりあえず、まあ一旦サラモンは誕生日おめでとう。まあこれはね5秒、ってか3秒で言えるから。一旦サラモンは誕生日おめでとう。せーの誕生日おめでとう天津な何に見えて、実は人一倍仲間思いでちょっぴり寂しがり屋のサラそうじゃないかなぁ。いつもおっとりしていて、みんな。スルゾーダウン脱いだ方がよくないか。あー、脱ぐ。あ、そうだね。確かにあ。みんな、ちょっとダウンだけ脱ぐか。 これさ、ダウン脱げなくない <laughs> そう、ダウン脱げないんだよ、これ。電話するか本当だ、ビデオだとだえ、そうなんだよ上から映せないんだ。おいおい,おい、そういうことか。ウエちゃん呼ぼう。あの、僕ら3人でビデオメッセージ取りたくて。なんですけど、カメラマンがいいですかありがとう。話が早いな。 じゃ、いくも、せーの、お誕生日。おめでとう。誕、誕生日にする?。お誕生日。お誕生日。誕生日。お誕生日にする?。どっち、誕生日でいいんじゃないか?。お誕生日。大人だぞ、相手は。せ、せーの、誕生日おめでとう。めでとう。どっち区切る?。来たしせーの、お誕生日。おめでとう。 テ身シンラ見マて、実は人一倍仲間も思いで、ちょっぴり寂しがり屋のサラ、もうずっとあのずっと、あのずっと妹が止まらん。あの一回エクスいと一回エクスゴム、もう一回願いします一回回止まゴか、一旦一旦、一旦、一一お願いします二人はこの街のヒーローとりあえずサラモンは誕生日おめでとう。双子が誕生日が同じだと。あ、ちょっと噛んだ、めっちゃ噛んだ、やり直せ<ー>ない。<laughs> 最後にカむでやばいな。 惜しかったー。今ので40秒ぐらいあ、あじゃあ、絶対いける。絶対ちょうどい、ちょうどい、せーの。誕生日おめでとうえー、サラ、モモお誕生日おめでとう。天真爛漫に見えて、実は人一倍仲間思いで、ちょっぴり寂しがり屋のサラ。いつもおっとりしていて、みんなの雰囲気を和ませてくれるモモ 二人はいつもキラキラ輝いてるね起業に誘ってくれたとき本当に嬉しかった絶対起業成功させようねいつもありがとうええー、サラ・モモア改めて誕生日おめでとう人を引き寄せる力がある二人が、えー、俺らを誘ってくれたのが本当に嬉しいですもう最近はねこのメンバーが揃わないとめっちゃ物足りないんよそのぐらい、えー、大好きですイベント会社みんなで支え合って絶対成功させようね二人はこの町のヒーローとりあえずサラ・モモア誕生日おめでとう この天才的な俺でも双子が同じ誕生日に生まれるということを知らなかった知識をアップデートさせてくれてありがとう感謝するおめでとう <laughs> それだけえっおめでとう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  <laughs> これおめでとう入ったかなあ <laughs> まあまあまあおめでとうギリギリ入ってなくてもまあまあね聞くたびに笑っちゃうんだけどいいねめっちゃいい動画撮れたんじゃない 取れたかもしんないぞこれ1分だけっていうのがあれだねまあまあちょうどいいんじゃないですかうんすごいもうこが青春やなーこのメンバー大好きだからねこの街も大好きだしなやべえ浄化されてるもん僕の悪しき心がみんなのおかげで、まあ、悪しき心持ってたのかいや持ってない持ってない 1>, 1ミリも持ってないけどこの企業を利用しようと考えていたんだねいや1ミリも持ってないなるほどな 前世 <laughs> <事実>は <laughs> ないけどな悪しき心なのお前あったのか何百年前のに人間や